TD おうちでできる LTD 第5回ワルツ編です。今日はクォーターターンというフィガーを練習してみたいと思います。右足後ろ、左足横、右足を閉じる。左足後ろ、右足横、左足を閉じる。右足前、左足横、右足閉じる。左足前、右足横、左足を閉じる。左足前、右足横、左足閉じる。右足前、左足横、右足を閉じる。左足後ろ、右足横、左足閉じる。右足後ろ、左足横、右足を閉じる。カウント3の時に右足に体重が乗っかっているのか、左足に体重が乗っかっているのかが分からなくなってしまうということがありませんか？それを防ぐためにあえて軽く足を浮かせるという方法をやってみるといいのではないかなと思います。ワン、ツー、スリー。続きが気になる方は9月からのレッツトライダンシング教室でお待ちしております。いや、社交ダンスって楽しいですね。素晴らしいですね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。